皆さんこんにちは。ロサンゼルスドジャースピッチャーの黒田博樹です。職場で働く人たちの民族の多様性ということで言えば、野球はその一つのいい例でしょう。日本とアメリカの野球における関係には長い歴史があるのをご存知ですか？20世紀の初めには日系の野球選手らが日本に渡り、日本のチームの指導に当たりました。また数多くの日本人選手もアメリカにやってくるようになりました。私がドジャースに入団して気がついたのは、選手たちが世界中から来ているということです。でもそれぞれの選手がどこの国から来ているかは関係なく、全員がチームとして戦って初めて試合に勝つことができるのです。私は先日全米日系人博物館を訪れ、100年以上も前に日本からアメリカにやってきた移民一世の人たちの歴史を学びました。彼らは日本人としての誇りを持ちながら、数々の苦難を乗り越え、より良い生活を手に入れる夢を実現したのです。日本人の野球選手の中にも、移民パイオニアと同じように苦労しながらも成功し、後に続く選手たちに道を開いた人がいました。ドジャースで活躍した野茂英雄投手です。野茂さんは私がこうして大リーグでプレーできる基盤を作ってくれたのです。野茂さんはじめ移民一世の人たちの話は、現在の日本の社会状況を考える上でとても重要です。日本は今後ますます様々な出身国から移民を受け入れていくことになると思いますが、彼らと一緒に社会を作っていくにはどれだけの努力や理解、そして忍耐が必要か、移民たちの話が教えてくれるからです。移民一世たちは日本からアメリカに渡ってきて以来、様々な国からやってきた移民たちと生活し、労働を共にしてきました。そして移民による独自の文化が形成されました。サトウキビ畑で働く労働者には他の移民も多く、彼らはお互いに持ち寄った食べ物を交換し合いました。例えば日本からの移民は牛肉の照り焼きにご飯と漬物、ハワイの豚のカルワ、フィリピンのアドボ、中国のチャオファン、韓国のカルビなどです。こうしてエスニックフードを一つのお皿に盛り合わせたものが誕生し、ミックスプレートと呼ばれるようになりました。このようにアメリカの多様性の豊かさは、異なる移民が食文化をはじめとする生活スタイルを分かち合うことから発展していったものです。現在ではアメリカの多くの主要都市には多くの民族が携えてきた文化の伝統を象徴する街が作られています。ロサンゼルスにあるチャイナタウン、リトル東京、フィリピンタウン、リトルインドなどがその代表です。さらにアメリカ史上初のアフリカ系アメリカ人大統領の誕生は、アメリカ社会の民族の多様性の最大の成果と言えるでしょう。異人種間の結婚、スポーツ、映画、テレビ、ゲーム、インターネットなどは、今までにない速さで異民族間の壁を取り払う役割をしています。これらの話を現在の日本に照らし合わせてみましょう。日本には今、ブラジルやイラン、東南アジアや中国などから大勢の人々がより良い生活を求めてやってきています。彼らを広い心で受け入れることがとても大切だと思います。文化や伝統なものを分かち合って初めて共に生きていくことができるからです。アメリカに渡った日本人の歴史、そして世界中から日本に新しい生活を求めてやってきた人たちから学ぶことは多いでしょう。最後に皆さんに聞きます。もしいつか外国で暮らすことになった時、どのようにその国の人々に迎え入れてほしいですか？ぜひ考えてみてください。